シェパード・アイランズ・アソシエーテッド・アンダー・ウォーター、ボルケーノズ・シェパード諸島は、バヌアツのシェファ州のエピ島から、エファテ島の間に存在する諸島。合計の面積は88平方キロメートルで、2009年、バヌアツ国勢調査では、人口は3634人。主要な島は、北から順に、ライカ・トンゴア・トンガリキ、 エマエ・マキラ・マタソ・モヌメントといった島であり、エファテ島北部には、ヌグナ、エマオ、モソ、レレパなどの島が存在する。エマエとトンゴアがこの諸島の中では大きい。有名な海底火山クワエやマクラなどが存在する。シェパード諸島は概ねこれらの火山の外輪部にあたる部分である。最高地点は、エマエ島にあり、海抜644メートル。 トンガリキにも500メートルの地点が存在する。多くの島の民族構成は、バヌアツの多くの島と同じく、メラネシア人であるが、エマエ島では、生きがいポリネシア人が居住している。エマエ島以外では、フトゥナ語が話されているが、エスノローグによると二言語とされ、北イファテ語がトンゴアで、ナマクラ語が、マタソマキラトンゴアトンガリキで話されている。これらは、 エファテ島でも話される言語であり、これらは互いに近い関係にあり、エファテの他の言語や中央バヌアツ語とともに、中央バヌアツ語に含まれている。ありがとうございます。